どうもこんばんは、シオンです。今回もホラーフィールドで遊んでいきたいと思います。で、今回はですね、崇拝者を遊んだ後にゲイリーをやっていきたいと思います。では行きましょうか。まずお相手がジャック、ゲイリー、メアリーときて、最後の一人がリナー。マップはバンカーですね。バンカーのリナーはやばいですね。まず開幕でゲイリーをどれだけ早く見つけられるか、まあ、これが全てですね。上で爆発？この足跡誰だ？あ、上に逃げてったな。ゲイリーいましたね、ラッキー。ちょっと蹴れない。で、下の2枚の破壊しておきたいところではありますけど、ああ効果切れたせいで、フュージョンの効果切れたせいでだいぶかかりましたね。ただ足跡がそんなに離れてないぞ。右側で黒いの見えたな。ナイフ投げときましょう。だいぶなんか離れたところでうって言いましたね。で、足跡あるんですけど、とりあえずジェネレーターを蹴り入れておきます。あ、こっち逃げた感じかな。ゲイリーどこで叫んでる？わかんない。救助入った、即戻る。どこ行った？数で叫んだせいで全くわからない。あ、合ってましたね。上から来たんで下に行くしかないだろうという読みで行ったんですけど、あとは上に逃げたサバイバーが救助間に合わなければいいんですけど、間に合わないですね。残り2台下から来てる感じか。これはジャックかな？いや、ジャックはハープーンで。で、残り1台。ちょっとこのタイミングでコンパスは賭けですけど、このまま通電されたらやばいですからね。あ、2人で直している。ゲイリーがいました。ゲイリーにワンパン入る。これはラッキーでした。残りメアリーちょうど叫んでいる。あ、扉が邪魔。まっすぐ左行ったかな。いないぞ。なんかかすかに足音聞こえるんですよね。何も聞こえない。あ、触ってましたね。
なんか音がラグってるような気がするんですけど。でワンパン入りましたね、まあ、結構長かったですね。4分38秒、だいぶ長かったですね。いや、なんとかですね、ギリギリですね、勝てました。では次ゲイリー行きましょう。まずお相手が崇拝者、味方がジャックとメアリーとリナですね。ただマップは引き続きバンカーになります。マップ左上からスタートかな、これは。まあ、比較的サイコからは離れているんで、まあ、ここをつけ切ることはできるでしょう。ただいきなりここで2人で、ね、修理は非常にもったいないですけどね。ジェネレーターがつくの早いこのゲームでは。いや、3人とかおかしいだろ。まあ、本来ならばここでね 2.5 台分ぐらい終わってるのが理想なんですけど、3人バラバラだったらその分3台つきますからね。まあ、噛み合っちゃいましたね。これで2台目がついていく。まあ、まだ誰もサイコに見つかってないので。ただこっち来てますね。これで残り2つ。鉄格子を蹴る音が聞こえますね。さあ3人で直していく。完全に無駄遣いですけどね。はい、これで残り1つですね。あとはジャックがつけていてくれればといったところではありますが、どうでしょうか。あ、通電しましたね。信用になってるけどお構いなしに開けていく。ジャックも来ましたね。みんないますね。そこ足音立てるんじゃない。あ、いなくなった。逃げましょう。19秒ですね。ギリギリ2分切り。アイテム回収しておきましょう。はい、今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。